モコと申します。今日は神ゲーをやっていこうと思います。このゲーム僕が、高校生の時かな、通信制高校に僕通ってて、高校3年間。で、その時に、学校ない時とかすごい暇で、もう一日中このゲームやってたっていうゲームがこれです。はい、Wii スポーツ。まあ、これやるために僕は Wii スポーツまず中古で買って、Wii のセンサーバー、そして Wii リモコンを新たに中古で買ってきました。もうね、手に入った時は嬉しくてね、もうリアルにバッティングセンターでバッティングしに行ったからな。これのベースボールがもう大好きやったんですよ、僕。ちょっと今日久々にやっていきましょう。まあ、久々って言ってもちょっと先何回かやってんけど。はい、よろしくお願いいたします。このゲームはもうほんとこの Wii リモコンでもうこうやってピッチングとかバッティングとかひたすらやるっていうゲームなんですが、結構往復変化球とか直球の速度とかをやっぱ手のその手首のこの速さで認識してるっぽくて、めちゃめちゃリアルなんですよ、このゲーム。おら、はい、1本目。初回先頭打者初球ホームラン。エース、モコーの一振りで、まず先制しました。いや、この俺僕ね、当時ね、プロ野球大好きで、まあ僕もともと近鉄ファンだったんですよね。で、近鉄ここ消滅しちゃって、その後、楽天ファンになって、で、やっぱ野球見てると自分もやりたくなって、やりたくなってくるし、あと野球選手のそのバッティングフォームとかを真似するのがすごい好きだったんですよ。はい、これもセンター前。この試合もう20点取るわ、20点。特に、まあ多分野球とか興味ない人多いと思うねんけど、ちょっと言わせてくれ。俺、中間のりっていう選手が、大好きやったん、近鉄の中間のり。こういう感じの、こういう感じの、かんずしだほうつってフォームで、こうやって。あー、これは、これピッチャーどころかもう、ピッチャーゴロどころか、普通にゲッツやで、今の。ちょっとマイク話しちゃうとさ、バットを構えらんねえってさ。ほら、これはレフト一直線の弾丸ライナーで、レフトへのツーベースヒット。いや、攻撃の手を緩めないよ、俺。はい。まあ、これ多分実際の木やったら、これ普通にファーストランナー帰ってきてんねんけど。さあ、愛。男見せろ、愛。いや、お前女か。おっと、これシュート回転してるね。ちょっとよく球を見ていく。変化球を、外側の球で振っちゃうとね、ゴロになるんだよね。変化球とかも、こう、シュッて、内に切れ込んでくるのは、当てると詰まって、ゴロになりやすい。こういう球を引っ張ってしっかりヒットしていくんだよなぁ。いや、マジで好きなんだよな、このゲーム。死ぬほどやったもん、熟練の2000までやり込んだもん、俺、このゲーム。これは多分インコースボールでしょ。うん、選球眼もいいからね、俺。これはちょっと、いやー、今のめっちゃいい狙い球だったわ。あー、この、ボールゾーンからストライクになっていくカーブ。あー、くそ。まあいいや、ちょっと大体この、こいつのジルケの球筋は分かった。まあ初回2点取ったんでね、このリードをものにしていきたい、最後まで。じゃあさ、ピッチャーとしての、あ、やべ、あー、これピッチャーとしての操作が、これですね。こうなんかボタンによって変化球、まあ、とりあえず直球投げますか。はい、151キロ。あ、ごめん、ちょリストバンドつけなきゃ。リストバンド、あ、やばいやばい、勝手に、あ、なんか勝手に見逃した相手。こうやってシュッていく。手首のこのスナップかけて投げるとめちゃめちゃ変化球っていうか、その速度出やすい。オッケー、まず100見てます。140キロ、140キロ近いカーブボールだよ。誰も出ないでしょ。はい、ストレート。で、最後は、殿下の宝刀。フォークボールで三振できない。相手すくい上げる形で打っていくか。これはしっかりとショートが、さばいていくけど、まあ今の、なんか、内野安打になっておかしくないけどな。さあ、アビー、お前、なんか、お前あれだな、ガンダム X になんかいたな、お前みたいな顔のやつ。さあ、行くぜ。おい。オッケー、ストライク。これも殿下の宝刀で行くよ、殿下の宝刀で。殿下の宝刀、フォークボールで三振取っていく。この空振りを取るのがマジ気持ちいいんだよ、このゲームは。やっぱ三振、脱三振ゲーだからね。野球は。脱三振を、お、このハルちゃん。いい、でも意外とスポーツマン。よし。一球一球見ていこう、細かく。シュートは基本的に振りたくないな。あ、このインコースのストレートは、まあ、詰まってゴロになるよりかはファールの方がマシ。あえー、センター返しのか。このカーブとかもタイミング完璧に合えばホームランできんねんけどな。取れ。よし。さあ、マッチングしました。オスカーさん、よろしくお願いします。オスカー、なんか、お前、弁護士みたいな顔してるな、なんかメガネで。ちょっとクイクイみたいな感じで。
さあ、よろしくお願いします。まあ、もうさっきも言ったけど、俺もうマジでプロ野球大好き人間だったんで、しかもアンダースローか、あれだな、あのかつての千葉ロッテの渡辺俊介みたいな、構えしてるな。アンダースローが繰り出されるこの変化球と、しかし俺はしっかりそれをマシンが捉えて、セカンドじゃない、レフトへのこのライナー性の打球を打ちつけていく、ツーベースヒットですねこれ。 OK 幸先いいな。まずは一発目に、でこの愛もね、やるよ、なかなか。ほら、いったー、これは右打法、もう右の方にフライかな、いや入ったよっしゃ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 、幸先いいね。まずは1番バッターがもうツーベースで進塁して、もう2番に まずもうホームランで2000稼ぎ出す。でこのゲーム結構右打ちが強いんだよ。ちょっとタイミング見ていこう。こうやって清原のフォームで、おらー、これ今の引っ張りたかったな。で今の引っ張って、こうやってインコースでこうバットで巻くかのようにフローンってもう引っ張り上げてやるだったけど、これはいったこれもいったこれもいった。あ、これはでもファールか、それな、ファールだ、うん、ファールちょっと振り遅れたか。あー、今のカーブなんかもう俺引っ張ってホームラン、その大の得意なのにな。あー、このシュートはファール、オッケー、集中していけ、球遅いからね、タイミングはちゃんと見てれば間に合う。オッケー、これはこういう当たり多いんだよ、この Wii スポーツ。 Wii スポーツのベースボールはこういうあのもうバーンってこう内野に叩きつけて、この内野手の頭を超えるヒット多いからね、これ大事ね。はい、春の右方向への打球、これはいった、ポールをギリギリ、ま、ポール直撃の右方向への打球、いやこれ気持ちいいよね、やっぱこういう広角打法がいいんだよな、野球はな。さあ、直美へ、キャバ嬢みたいな顔してるけど、お前は見た目によらずしっかりと打球、あ、これはファール、いや俺もうダメだ、このオスカーの球筋完全に掴んでるわ。これも、いやー、これはいかないか、今のタイミングに行ったと思ったけど、ちょっとこう振る時のこの手首のスナップが効いてないかも。アシュリー、お前このメンツに紛れて野球やってて大丈夫か。しかしアシュリーの打球も定まるんじゃないか。アシュリーちょっと息子を家庭教師に、塾にお前送りつけなくて大丈夫か。野球やってる暇があんのか。あー、でもなるほど、 OK、 まあ大体分かった。うん、ちょっとピッチング練習したいな。ピッチングで、あ、このゲームマジで三振とか狙って取れるんだよ。で球もここのカーソル動かせば、あ、意図的にボール球投げれる、こうやって。あ、でも振ってくれた今のは。オスカーがバットの先に当ててしまったので、ここがゴロになっていく。低めとかインコースとかって多分ね、投げれるはずなの。ほら。ね、こうやって。今完全ボールなんですけど、もう振り、あの、相振っちゃうんですよ、反応で。これもカーブ。よし、オッケー。今のだって内側えぐり込むカーブなんか流れたら、それはもう振るしかないもんな。さあ、このマルティも俺しっかり。どうしよう。低めのシュートボール。あー、でも取られた。あ、オッケー、ナイス、ファインプレイ。お前、なんかやるスポーツ間違えてない。お前、セッカーじゃないの、お前は。どういうのサッカー選手だろう。さ、レイチェルのこのね、バックスクリーンのアーチがね、またいいんだよこれ、ほら宣言通りバック、あれ嘘ちょっと勢い足んなかったか。あ、これはボール、読んでる、しっかり見てるからね。こういうのはもうしっかり捉えるわけよ。よし。センターの頭を超えるツーベースヒット。なんかもうちょい打球上がる。ちょっともう立っていい、これ。立つわ。もうちょい。もう、向こうのちょっと一振り。はい、では、くそ。中村のりばりのこう、感じの方でいくわ。あったかー、キョッ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 
あ、ツーベースか。ちょっともうちょっとその転がった時間があったらスリーベースだったの今の。さあ、アイちゃん、あ、今のは振りたかった。
あいった、これはセカンドじゃない、この三遊間じゃないわ、二遊間、一、二塁間抜けていくヒット。野球用語がパッと出てこないんだよな。さあ、このアレックス・カブレラ。よーし、三遊間、引っ張り。いや、ちょ、カブレラみたいなホームにすればよかったね、今の。こんな感じで。カブレラみたいなホームに。大輔。こいつ、4番に見えないけどな、見た目は。あいったあーでもちょっと早かったか。場外に打ちたい、場外に。あーこれはもう文句なしよ、文句なしよこれ。あー抜けたか、抜けた、今ホームランかと思った。俺もう20点取っていいじゃん、20点取るわ。ちょっと今まではもうヒットで勘弁してやったけども、こっからはもう全部ホームランです。おらはい狙ってホームラン打てるからね、このゲーム。やっぱこのインパクトの瞬間、クイッて手首を入れると、このウィーリモコンが多分このあれなんだろうな、反応しやすいんだろうな。さあ、ナオミ、ナオミの一撃もやばいよ。はい、ナオミの一撃。はい、ナオミの一撃。なんか全然振り遅れてるな。思った以上になんか手元に伸びてくる感じ。あ、いった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 、これ、いった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 、すげえ、対空距離がもう女とは思えない、この打球。外国人選手が打つ放物線だよな、今のは。これはちょっともう、勝負にならんぞ。アシュリーもね、意外といい打球で放つからね、ファール。アシュリーの打球もやばいよ、これ。ほら、いった、右方向。ほら、ファール。もうじっくり、もう狙い球が来る前にひたすらファールで粘るっていう。ピッチャーからしたら一番嫌なタイプの。おい。そして狙い球をこうやって、フルスイングでシューって狙い打っていく。今のも、もうちょっと弾道があれば、ホームランでしたね、完全に。楽しいんだけど、俺一生これでこのゲーム遊べるわ。レイチェルもね、おらー、くそ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 、これもうコールドゲームでいいんじゃないか、これコールドで。さあ、ルーシア、いけー。ちょっと待って、やっぱホームランやっぱ狙いたい。ちょっとホームラン本気狙う。あー、いった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 、これもいった、これもいった。あー、いかないか。さあ、長い長い2回の表の攻撃が終わりました。もうこれ相手もうやる気ねえだろうな、完全に完全に踏みで、相手しかも4番からか。さあ、この文子にまずカーブ投げつけて、普通の汗かいてきた。殿下のフォード、あ、フォークボール吹っ飛んでたけど、相手はそれを見逃して三振。美咲とかやばいな、バリバリ顔化粧してるやんこいつ。あ、ストレート、ちょっとストレートのあれだな、球速がちょっと舐めちゃってる。よし、オッケー。このもう150キロ投げとけばね、巻いたよね。振り遅れるんで絶対に。おら、よーし、このストライク、殿下の宝刀、フォークボール。ちなみに俺3回の表も10点取るから。うん、あ、終わった。よし、さ、これは絶対いった、これはね、ホームラン。しかも3階席、3階席全滅で叩き込みました。えぐいツーランホームラン。よし、さあ、これ多分マシンでいった、マシン。ああ、バック作る。